小栗忠正。近代日本の先駆けとなって散った男の物語。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、小栗忠正について紹介していこうと思います。2021年大河ドラマの主人公として注目されている渋沢栄一ですが、渋沢に先駆けて近代日本の礎を築こうとした人物がいました。その名は小栗忠正。彼は幕末の混乱期にその命を散らしましたが、もし生きていれば間違いなく渋沢と双璧を成した存在となっていたことでしょう。一般的には小栗上野介の名でも知られていますが、彼の残した功績とは何だったのか、その生涯を紐解いていきましょう。黒船に衝撃を受けた青年期。1827年、忠正は駿河台にあった幕府旗本小栗家に生まれました。幼名は豪太郎と言います。もともと小栗家は三河以来の古い家臣とされており、戦国時代に小栗忠正が徳川家康の小姓として仕えていたことに始まります。忠正は槍働きで大いに活躍し、小栗党と呼ばれる一族郎党を率いて戦場を駆け回りました。やがて幕府が開府されると、武蔵国足立郡や上野の国などに所領を得て代々続いたといいます。忠正は幼少の頃から秀才として知られ、学問のみならず剣術や柔術、砲術などに非凡な才能を発揮しました。一方その性格は負けん気が強く、意地っ張りで強情な一面も持ち合わせていました。他人とたびたび衝突しては争いを起こし、年長者から叱責されることも多かったようですね。忠正は13歳の頃、初めて開国論に触れる機会を得ました。まだペリーも来航していない頃でしたが、国を開くという考えに大きな影響を受けたようで、海外へ向けて国を開き、いずれ欧米列強と肩を並べる、これが忠正の行動原理となっていくのです。やがて17歳になった忠正は江戸城へ出仕することとなり、両番組という役職に就きます。いわゆる書院番組と小将組を兼務するということで、将軍を警護する SP のような役目だったようです。若くしてそれほどの抜擢を受けるということは、剣術の腕も並外れたものがあったのでしょう。しかし強情な性格は変わることがありません。やはり周囲との軋轢が原因で解任され、また復帰するという繰り返しだったようです。そんな忠正でしたが、数少ない心許せる人間もいます。それが播磨林田藩主武部正篤でした。武部家の上屋敷をたびたび訪れては開国論を論じ、もう50歳近い正篤を相手に熱く語っていたようです。日本は鎖国をやめ、開国を推進し、大船を建造して積極的に海外へ進出するべきだと思います。忠正の言葉を聞いた林田藩士たちは、どうせ子供の言うことだからとバカにしましたが、正篤だけは違いました。忠正の敬願ぶりといい、論理的な物言いといい、心の底から感心したようです。この有望な少年に娘を目あせたいと考えるのも自然のことだったのでしょう。やがて忠正が23歳の頃、正篤の娘美智子を妻に迎えるのです。それから4年後の1853年、ペリー率いるアメリカ艦隊が浦賀へ来航してきました。忠正は話を伝え聞いただけでしたが、その船は山のように大きく、見たこともない蒸気船だったというではありませんか。忠正の心は震え、欧米が持つ力の凄さを感じました。そして一刻も早く日本は開国し、優れた欧米の技術を取り入れるべきだと心を新たにしたのです。忠正、アメリカへ渡る。父の死去に伴って小栗家の家督を継いだ忠正ですが、彼にとって大きなチャンスが巡ってきます。
日米修好通商条約を批准するため憲兵使節団が編成され、忠正はそのメンバーに選ばれたのです。1860年、ポータ飯号に乗った使節団は横浜を出港。ほぼ時を同じくして咸臨丸もアメリカへ向けて出発しています。咸臨丸には勝海舟や福沢諭吉らも乗船していました。2ヶ月後、アメリカ西海岸のサンフランシスコへ到着。降り立った忠正ら使節団が見たのは日本とは全く異なる光景でした。これまで見たこともない高層建築が立ち並び、轟音を立てて蒸気機関車が走り、街には多くの人が行き交っています。さすがに度肝を抜かれた忠正は日本がいかに遅れているかを痛感したのです。また忠正が何より感心したのが新聞でした。日本でも瓦版こそありますが、単なる噂や風文を書いた読み物にすぎません。一方新聞は出来事を迅速に正確に報道し、詳しい写真まで掲載されています。多くの人々がニュースを共有することによって、他人に流されることなく個人で物事を考えるという習慣が成り立っていたのです。受けた感銘は大きかったようで、忠正は帰国後幕府に新聞刊行を検索しているほど。続いて大陸を横断してフィラデルフィアへ向かい、そこで通貨交換比率の見直し交渉が行われました。貨幣交換レートについては日本貨幣の方が明らかに不利であり、その是正に臨んだわけです。主張は認められなかったものの、忠正の真摯かつ実直な態度は多くのアメリカ人に好感と感銘を与えたといいます。また新聞も彼を絶賛するほどの人気でした。帰国後、忠正はその功を認められて外国奉行に就任しました。幕府奉行職を歴任する。1861年、外国奉行となった忠正に早速難題が降りかかります。太平洋へ進出したいロシアが艦隊を差し向け、そのうちの一隻が対馬を動かないというのです。さらに対馬の一部を租借地として譲り受けたいと無理難題を持ちかけてきたのでした。事態を収拾するため対馬へやってきた忠正ですが、交渉は難航します。対馬領主である宗氏と話がしたいというロシア側に対し、忠正は強硬な姿勢で臨みました。日本の国土を統括しているのはあくまで幕府であり、窓口でもない対馬藩と交渉するのは筋が違うではないか。確かにこれは国同士の話であり、幕府が矢面に立って解決すべき問題なのです。そこで忠正はロシア側の言い分を聞いた上で江戸へ戻り、幕閣へ検索しました。対馬を一旦占領とし、正式な外交をもって解決すること、また国際世論に対してロシアの火を鳴らし、イギリス側の助力を得ること。しかし忠正の検索は却下されました。今の幕府には外交問題を解決できるだけの力はありません。結局はイギリスの介入によって事なきを得たのです。幕府の弱腰に嫌気がさした忠正は、とうとう外国奉行を辞職してしまいました。しかし力を失いつつあった幕府は、やはり忠正の力を必要としていました。1862年に勘定奉行に就任し、この時に名乗りを神月の助へ改めています。神月の助の官職をいただく際、親戚から吉良神月の助の例もあるし、やめておいた方がいいのではと言われると、なーに、国家のために死ねるのならそれで本望さと笑いながら答えたそうです。その2年後、フランス公使ロッシュとつながりを持った忠正は、製鉄造船所の建造を幕府に提言しました。しかし上層部は強硬に反発したといいます。幕府の財政が逼迫しているというのに、そんなものを作る余裕はどこにもない、そもそも軍艦は外国から買い入れたものがあるではないか。しかし忠正は理路整然と幕閣たちを諭しました。もし軍艦が損害を受けたり故障した場合はどうするのですか。
また新しいものを買い入れるとおっしゃるのですか？それならば造船所で修理し、もし足りない部品があれば一から作ればよいではありませんか。忠政のもっともない言い分に幕閣たちは黙ってしまうしかありませんでした。将軍徳川家茂の承認もあり、ついに製鉄所が横須賀に建設されることが決定したのです。一方忠政は外国奉行を務めていた栗本常雲にこう言ったと伝わっています。横須賀造船所が出来上がれば、いずれ土蔵付き売り屋の栄誉が残せることになりましょう。その言葉の裏には、幕府の命運が尽きてしまっても造船所が日本のためになれば、それは徳川家が残した仕事ということになるだろう、それこそ徳川家の名誉となり国の利益になるのではないかと言いたかったのかもしれません。日本初の西洋式カンパニーを作る。ちょうどこの頃、忠政と渋沢栄一の二人は初めて顔を合わせています。パリ万博に合わせて将軍徳川慶喜の代理として弟の昭武が派遣されることになり、忠政は挨拶のため横浜へ出向いたのです。また渋沢は会計係として昭武に随行することになっていました。小栗様、渡米している間くれぐれも経費が滞ることのないようお願いいたします。すると渋沢の言葉を聞いた忠政は笑いながらこう言ったそうです。お前さんも面白い男だね。ついこの間まで攘夷倒幕を叫んで高崎城を乗っ取り、幕府を倒して外国を打ち払おうと計画していたのに、そんな幕府を心配するのはおかしい話だよな。冷や汗をかく渋沢を尻目に、なおもこう付け加えます。なーに、経費のことは心配するな。昭武様のために一生懸命働くんだぞ。しかし幕府の運命については覚悟だけはしっかり決めておくことが必要だろうな。忠政は幕府の行く末が長くないことを悟っていたのかもしれません。また幕臣である以上、運命を共にしなければならないことも。このあたりから忠政はまるで急かされるかのようにさまざまな事業を起こしていきます。もちろん日本を近代化する礎を築くために、まず日本初の商社兵庫商社の設立を手がけます。外国商人に対抗するべく西洋式カンパニーを作り、貿易拡大を目指すというものでした。また日本人だけで輸出するシステムを作り、大資本を持つ外国に買い叩かれないようにする意図もあったようです。そこから得た莫大な利益は社会へ還元し、街頭や郵便制度などインフラ基盤に使われる構想でした。国の資本で社会インフラを整備し、誰もが活用できる共有財を作り上げること、現在の公共事業に通ずる忠政の考え方がそこにありました。そしてカンパニーを設立するにあたり、現代社会では当たり前になっている社内教育や雇用規則、残業手当、簿記、そして人事労務管理などが日本で初めて取り入れられました。一方で近代的な軍備強化に取り組んだのも忠政の功績です。関口製造所で鉄砲を大量生産し、同じ敷地内に西洋式火薬工場も建設したといいます。またフランス軍事顧問団を日本へ招聘し、フランス式軍政を取り入れた幕府陸軍を創設しました。このように経済、軍事、人事など多岐にわたる革新的なムーブメントが忠政を中心に動き出していたのです。崩れゆく幕府と運命を共にする。1867年の大政奉還に続き、鳥羽伏見の戦いで新政府軍と旧幕府軍が激突します。しかし結果は惨敗に終わり、大阪城にいた慶喜は江戸へ向けて脱出しました。しかし新政府軍もまた江戸へ迫ろうとしていたのです。その頃江戸にいた忠政は、迫り来る新政府軍に対して徹底抗戦を継続するべく、画期的な作戦を着想しました。新政府軍を箱根あたりまで引き寄せて幕府陸軍が迎撃し、
さらに無傷の幕府艦隊が敵の補給部隊を砲撃するというものでした。さらに補給が途絶えたところを一気に壊滅させ、再び旧幕府軍が京都へ攻め上るという野心的な作戦だったのです。一度は敗れたとはいえ、旧幕府軍の戦力はまだまだ温存されており、箱根の剣を盾にすれば勝利の見込みは大きかったことでしょう。しかし慶喜にはもはや戦う気はありませんでした。忠政の剣策を入れず、勝海舟の権限に従って新政府へ恭順する姿勢を見せたのです。その事実を知った長州の大村益次郎は、もしその作戦が決行されていたなら我々の首はなかったことだろうと語ったそうです。新政府軍が江戸へ達した頃、勘定奉行を罷免されたことを契機に、忠政たち一家は所領のある神津の国権田へ移り住みます。旧知の者から占領箱を渡されてアメリカへ亡命することも勧められますが、それを断ったとも。静かな暮らしをしていた忠政でしたが、ある時勝海舟からの使いとして山岡鉄舟がやってきました。懐かしそうに面談した二人でしたが、西郷隆盛に何か伝えたいことがないかと問われた忠政はこう言ったそうです。横須賀の造船所はフランスと共同で作り始めたもの、今は建設が中止されていますが、西郷さんには造船所を作り続けてもらいたいと存じます。そしてぜひ完成させてもらいたい。あの造船所は幕府のためではなく日本のために役立つのですから、そして絶対に必要なものですから。そのことを勝さんから西郷さんにお伝えしていただきたい。忠政は近代化へと続くバトンを次に託したかったのかもしれません。しかし明治維新を見ることなく忠政は散っていくのです。権田へ移ってしばらく経った時、不良幕徒たちが人数を集めて屋敷を取り囲みました。忠政はすでに財産を処分していましたが、彼らはそうとも知らず金目当てで襲撃をかけてきたのです。その数およそ1000人、片や屋敷を守るのは20人ばかりでした。忠政たちは家族を守るために鉄砲を撃って果敢に戦い、暴徒たちの撃退に成功します。ところが騒ぎを聞きつけた高崎や安中の藩兵たちによって忠政は捕獲されてしまったのです。そしてろくな取り調べも行われないまま忠政は斬首されてしまいました。彼らはただ愛する家族を守るために戦ったにすぎません。明らかに不法な行いだったと言えるでしょう。こうして非業の死を遂げた小栗忠政でしたが、彼が残した功績は日本を近代化へ導く道しるべとなりました。また道半ばだった近代化政策はやがて明治政府へと受け継がれていくのです。まとめ、忠政の死後、彼の功績は多くの人々から称賛を得ることになりました。東郷平八郎は忠政の子孫を自宅へ招いて、我々が勝利できたのは小栗さんが造船所を建設してくれたおかげですと言ったそうですし、大隈重信は明治政府の近代化政策とは単に小栗の模倣をしているに過ぎないとも語っています。そういえば横須賀造船所は2015年に完成から150周年を迎え、現在でも船の修理を担う現役として活躍しているのです。忠政が残した息吹が今でも残っているのですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。